はい、こんにちは、サングラス1号です。今回は1万円以下で買えちゃうデイパックのご紹介です。見た目はシンプル、そしてスマート、なんとも使い勝手良さそうですよね。はい、今回ご紹介するのはこちらの商品です。フラップバッグ15です。商品情報はマグネットで簡単に開閉できるシンプルなデイパックです。内部にノートパソコンや書類など収納に便利なポケットを備えていますということですね。使用は300デニーのポリエステル、ウレタンコーティングです。重量は 412g。カラーはカーキ、ネイビー、イエローの3種類。こちらはカーキです。特徴はマグネット内蔵のフラップ、これが非常に開閉しやすい仕様になっている、まあ、ただし開けるときはちょっと下にクッと少し下にかざしてあげることで開くというんで、むやみやたらと開くわけではないという仕様になっています。なので安心ですよね。大きなフロントポケット、こちらですね、ジップで開閉です。少し浅めのポケットになってますね。デイパックの下までポケットが続いているわけではなく、半分ぐらいまでの深さになっています。よく取り出すものを入れたりすると使い勝手より良くなるんじゃないかなと思います。そして書類やノートパソコンが入る背面ポケット、もうめちゃめちゃ背面に近い部分ですね。ここにマチというか、もう一つポケット、インナーポケットがあるんで、こちらに書類とか、薄手のノートパソコンとか、入れる仕様になっています。あとは、本体内部にジッパー付きのメッシュポケットというですね、中がごちゃごちゃしないように、小物とか、よく取り出すものを、このメッシュポケットに入れることで、また使い勝手が良くなるよと。いう仕様です。で、容量は15リットル。名前の通りですね。で、寸法は高さ48センチ。幅が27センチですね。で、奥行きですね。奥行きの方は最大 12.5 センチと。で、背面の寸法は44センチです。これはノートパソコンを収納するときの参考になるかなと思います。まずちょっと注意事項なんですが、強力な磁石が使用されています。このフラップの部分ですね。マグネットに近づけないでくださいというものもあります。磁気の影響で正常に機能しない場合が、しなくなる場合がある。ペースメーカーなどの電子容器。あとはクレジットカードなどの磁気カード。これら、いくつかの機器以外にも磁気の影響を受ける場合があるので、事前に確認の上ご使用くださいということです。実はこちらの商品、2023年の春夏の新作なんですね。可愛いシンプルなバッグが出たなと見てたんですけども、ここに来てちょっと気になって使ってます。ちなみにこのフラップ、意味はパタパタ開閉するものとか。蓋とか、そういう話ですね。はい。どんなものを、このフラップバッグ15に入れてるかっていうのをご紹介したいと思います。まずは、この大きなフロントポケットですね。こちらには、取り出しやすいもの、よく使うもの、そういうものかなと思うんで、まずはこの充電器ですね。スマホの充電器。そうですよね。もう、パ。閉じるときはもうすぐパなんですね。すぐ閉じれます。開けるときは簡単に開かないんで、下にクッと、下ろして開くと。これがもうめちゃめちゃ優れものですね。すごいっすね。面白いっすね。癖になります。はい。こんな中身ですね。
なんで、まずはこのメッシュポケットですね。まずこのティッシュですね。と、はこちらですね。はい。宇田さんといえば、お決まりです。サングラスですね。サングラスを入れてます。こちらはフラットバック。フラットバック4ですね。スーパーとか行った時に使いますね。レジ袋みたいなものですね。で、例えばこういうのを買ったら、入れて、こう、持ち運べたりします。あとはですね、まあこちら、アルパインサーモボトルの 0.35 リットルを持っています。ここに水入れて、こう、飲むわけですね。うん。時間が経っても冷たかったり、暖かく飲めるというサーモボトルを入れています。まあ、これトレッキングアンブレラなんですけど、まあ、普段でも使ってます。まあ、軽量なんで。持ち運びも便利。まあ、最近こう、おしゃれな長いアンブレラが、傘が、モンベルさんも出たんで。これもちょっと今、注目して、狙ってます。はい。続いては、こういう、ライトスタッフバッグです。まあ、収納すれば、ごちゃごちゃしないんで、ごちゃごちゃするの自分の嫌いなので、コンパクト。行くために、このライト。一応5リットル持ってるんで、持ってるライト、スタッフバッグを使って。で、この中にさらに、こう、バナナポーチですね。こういう感じで、ポシェットっていうか、腰に巻いて使うバッグになるんで、うん、これもアクセスしやすいですよね。あとこれですね。まあ、ウィンドブレーカー。まあ、使い勝手のいいウィンドブレーカーが僕は大好きなので、ウィンドブラストパーカーを持ってます。まあ、こんな風に、ポケットブルになるのもめちゃめちゃいいんで。スタッフバッグいらず、まあ、スタッフバッグ入れてますが、これはこの、デイバッグの中の収納を良くするために、買ってるスタッフバッグで、まあ、これ自体でも、個体で、単体でもう、ポケットブルになるっていうのは素晴らしいです。フード付きのこのウィンドブラストパーク。この色合いも好きで、結構単純な黄色じゃなくて、ちょっと深めの、黄色っていうのも、イエローっていうのもかなりお気に入り。着なくなるとこうやってね、ベルトでギュッと、やってあげれば、はい、ポケット。こういうのを一応収納して持ってます。まあ、こんな感じで使用してます。さらに、パソコンもこの背面ポケットにすっぽり収納できますし、これが1万円以下。8,250円。コスパもいいですよね。おすすめのデイパックです。まあ、こんな風に、登山道具や普段使いの、モンベルさんの商品をご紹介してますので、他の動画でも、ぜひ、ご覧しましょう。それでは、バイバイ。